こんにちは、褒めまくりです。皆さん、いかがお過ごしですか？最近、褒めまくりは、体がだるくて仕方がないのですが、皆様はお元気ですか？体調を壊さないように留意していきましょう。さて、今日は、ニュージーランドと、とある国の話題をお伝えします。題して、激怒、ニュージーランド、加害者である、とある国は謝罪をしろ。とある国、謝罪は無理、国の品格が損なわれるから。です。最後に、とある国の反応をお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。ニュージーランドが、とある国に大激怒、誠意ある謝罪と性犯罪者の引き渡しを、要求もとある国は拒否。ニュージーランド、加害者である、とある国は誠意を尽くすべきなのではないか？とある国のゲゲゲの鬼太郎女外交長官、謝罪は安易にはしない。謝罪をすれば国の品格が下がるから。日本には無限に謝罪をしろと要求してくるとある国。しかし、自分たちが加害者になったら謝罪は断固拒否か。とある国人外交官がニュージーランド人に執拗な性的嫌がらせをしていた問題で、とある国は謝罪を拒絶。この騒動は、2017年12月、駐ニュージーランドとある国大使館に勤務するニュージーランド人男性が、とある国人外交官から、執拗な性的嫌がらせといじめを受けていたと告発したのですが、この容疑者のとある国人外交官は、その後、とある国に逃亡。ニュージーランド政府は、とある国に、この悪質な性犯罪者の引き渡しを要求しているのですが、とある国側は、引き渡しも謝罪も拒否しているそうです。ニュージーランド側は、この件に相当大激怒していて、もう、すでに、何度もとある国及び、スーパースターの大統領に、抗議をして、謝罪と容疑者の引き渡しを要求しています。最新のニュースでは、とある国のゲゲゲの鬼太郎女外交長官がこの問題に触れ、相手国に対する謝罪はやすやすとするものではない、国の品格と主権を守る必要があるなどという驚くべき発言をしました。とある国は、日本に対しては加害者は相手がもう良いというまで被害者に謝罪をしなければならないなどと言っていますが、自分たちが加害者になった途端に謝罪は安易にするものではない、国の品格を守るなどとふざけたことを言ってるのだからお笑いです。以上です。次に、とある国の反応です。とある国は、常日頃から加害者は相手がもう謝罪はしなくていいですと言うまで謝罪するべきだと言ってなかったか。日本には、加害者は誠意ある謝罪をしろと要求してるのに、自分たちが加害者になったら謝罪は拒否ってどういうこと？この国はあまりにも都合が良すぎるだろう。国の品格があるから謝罪はしないってマジかよ。これニュージーランドをバカにしてるのか？とある国人として恥ずかしいわ。これがこの国の品格か。これが左派の本性だよ。国の品格のために謝罪をしないだと？逆だろ。むしろ、国の品格を守るために謝罪をするべきなのでは？我々が、こんな姿勢では、日本に謝罪を要求する資格もないのでは？もし、こんなふざけたことを日本が言ったら、とある国人は、確実にぶっちぎれるだろうな。おいおい、もし、日本が、国の品格が落ちるから、とある国には謝罪をしない。なんて言っても、とある国政府は受け入れるのか？こんなふざけたことを言いながら、日本にはいつまでも謝罪と賠償を要求するのかよ。これが T 外交ってやつか。もう日本にも謝罪を要求するなよ。こんなバカな発言をしてしまうなんて。これで日本に謝罪を要求する大義名分を失われたようなものだぞ。日本はゲゲゲの鬼太郎女と全く同じセリフを言って謝罪を拒否すればよいと思う。以上です。次に、日本人の反応をお伝えします、と言いたいところですが、日本人の反応は、
まあお伝えしなくとも分かりますよね。呆れと激怒と罵声と他にもここではお伝えできないほどの激しい意見ばかりでしたのでお伝えしません。褒めまくりの意見も特にありません。とある国はこういう国です。いつもの通りです。とある国の基準としては実に正常ですよね。褒めまくりは安心しました。これからもこの基準を守り通してほしいですね。そして世界に向けて宇宙に向けてこの素晴らしいとある国の民族性を大々的にアピールしていただきたいですね。本当に素敵な人たちです。地球人類宇宙人にアピールすればするほど愛されるでしょう。頑張ってほしいですね。ただ残念なのが日本のマスコミです。このようなとある国の民族性が如実にわかるような出来事を日本国民に伝えないのが残念で仕方ありません。日本国民に伝えたらこんな国とは国交断絶しろという声が高まることは容易に想像できます。ですから日本人には伝えないようにしてるんでしょうね。なぜかって日本のマスコミテレビはとある国を愛しているからです。これは冗談ではないですよ。日本のマスコミはとある国を愛していると本当に思います。日本の政治屋さんもとある国が大好きな人が多いですし、日本の商人たちもとある国が大好きな人が多いですからね。褒めまくりは基本的にとある国の話題はお伝えしません。とある国とは関わりたくないからです。皆さんもそうでしょ。頭がいっちゃってる人とは関わりたくないでしょ。近寄りたくないですよね。ですが今日はとある国の民族がどういう性質なのかよくわかる話題だったので、ぜひ日本人に一人でも多くの日本人に知ってほしくてあえてお伝えしました。これからも異常性がわかる話題とかはお伝えしていこうとは思っています。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。